ブルーのユニフォーム、ホームオルカ鴨川 FC、 セレッソ大阪堺レディース、今日は白のユニフォームで戦います。次は前線へ、桃野が走る、桃野が走る、右足打っていった、巻いてくる、入りましたか、ゴールライン割りました。宮田どうだ、割ったか、割っています。カウンター、金重、左サイド、コーナー空いていますが、金重自分で打った、ポストだ、壊れている、斉藤落ち着いている、同点、追いつきました。狙っている浦島、ボールを取った、金重、右足振り抜いた、浦島勝ち越し、山本スペースへです、折り返す、マイナス、こぼれている、同点に追いつきましたが、同点に追いつきました、3対3の同点、オルカとセレッソ勝ち点を分け合います。ブルーのユニフォームに身を包まれているスプラッツァ大阪のイレブンです。一方白いユニフォーム、日体大 SMG 横浜の選手です。谷本、さあ前につながる持田、さあ持田ドリブルがいいぞ、ドリブルがいいぞ、さあ相手2人に囲まれている、さあ持ちだが持ち込んで、持ち込んで左に振る、さあ正面シュート打っていく、今シーズンは2ゴールを決めている中野が蹴る、ゴール前ヘッド入った、決めてくれました、決めたのは上西かな子、積極的に速い展開を見せます、先制点を挙げて、さあボールを持ちだ、奈々がシュート打つか、前にボールが出た、ゴール前に7人の選手がいる、さあゴール前、これもヘッドで落とした、谷本、さあまたシュート来ていくか、クリアされた、富岡のボール、さあしっかりディフェンスが2人で飛んでいる、ゴール前危ないところです、ゴールライン終わっていきます。さあ左へ、さあさあ一旦ボールを下げる、さあクロスボール上がってからヘッド、スペランタ大阪今シーズン3勝目、向かって左白のユニフォームエーサリマルビオ、向かって右赤のユニフォームアサヒインテックラブリッジ名古屋です。通してきた、もう一度行くか、坂中打っていった、右のポストに当たった、杉田芽衣、そして葉月、右からグランダクロス、絞り決めた、前半の35分、 A サリバルミオン先制、さあシンボリダフリーでボールを取る、上がる上がる、シュートを決まった、かき打ち弾き出した、有馬がチャンスを迎えている、サイド回転、杉田芽衣、千葉に合わせてくるか、頭どうか、決まった、さあパスをつないでいきます、さあ山田新奈にボールが渡った、シュート、クロスバンドウェイ、フォローの選手もいる、まだある、中野弾いて、どうか、決まった、ちょこんと前に出した、3対0エーサリマルビオン、連勝街道まだまだ続く7連勝。2022プレナスなでしこリーグ一部第20節アンジビオリ広島対日発横浜 FC シーガルズ、さあ奪ったのは山岸、噛んだ、後ろから辺見、このボール渡辺、いい位置だ、右に内田です、入ってきた、内田、渡辺、このボール、さ
ここで杉原が抜き出す。杉原が走る。吉田対杉原。吉田がゴールの前まで来た。このボールの身長足を出す。こぼれたボール杉原。新田に届くか。新田が来た。新田が来た。シュート。新田が決めました。決めていた。後ろから上がってくる。打ちた。これが入る。同点に追いつきました。一発。ターゲットにしたボールですが、ニッター左足。後半に突入して両チーム得点を上げ、1対1で終えるということとなりました。2022プレナスなでしこリーグ1部第20節、愛媛シーレディース対バニーズ群馬 FC ホワイトスター。巻きながらキーパーが弾く。その後こぼれ球、小島のシュートはキーパーを抑えました。大きく手を上げた。そこに出した上村から佐藤、関口が追っていくが佐藤追いついた。佐藤が左足で上げる。小島のシュートだ。ディフェンス当たります。課題があるので修正していきたいと話していました。愛媛が早い展開で小島が狙った。さあ今度は群馬28番左サイドに今度は場所を変えました。塩谷、この塩谷が個人技を見せる。入れ替わった。右足で低いボールだ。小島からニアに来た。すらせた後上村が狙った。山口翔也、そして高塚から、もう一度山口、群馬チャンスだ。山口からプルテラ、少しボールが高くなりました。キッカーは田谷。もう時間はありません。追加タイム3分のうち2分が経過。田谷から最前線、ずらせた後、ずらせて佐藤は打てないか。愛媛 FC レディース対バニーズ群馬 FC ホワイトスター、決定機を決めきることはできず、両者0対0。さあ2022プレナスなでしこリーグ1部第20節、首位攻防戦となります。伊賀 FC 久野市三重とスフィーダ世田谷 FC の一戦。ドリブルでかわしていった。さあ前に出していった。大竹が抜け出した。大竹シュート、決めた。大竹真由が仕事をしました。こぼれて、さあ常田奈々が上げていった。ファーサイドヘディング、非常に長い試合出ていますが、ここも大竹トラップをして、後ろからシュート放つ。畑が中央出していった。森トラップして左足、よくキーパーかき出しました。石野横に出していった。さすがにいった、うまく抜けた。三本さやかがちょっと後ろから倒されたが、ホイッスル、これは PK です。うん、逆サイド決めていきました。大竹真由今日2ゴール目。さあ藤田にこのボール、うまく、ゴール前、沖野ヘディング、これでシュートはどうだ。